はい。ということで、今日も AI に関するニュースを1分で解説していただくコーナーをやっていただきたいと思うんですけども、はい、準備はよろしいでしょうかはい。はい。はい、では、早速いきたいと思います。はい。行きます。よーい。スタート。 はい。ということで、今回はワンちゃんの話題でございます、えっと。ドッグカメラというですね、まあ家にいるワンちゃんの様子を常にスマートフォンから把握できる、えー、ツールがあるんですけれども、そのファーボというドッグカメラを展開するトモファンという会社がですね、このドッグカメラを使ったドッグシッターサービスを始めた。 というニュースがありましたということです。なんともうアメリカではですね、500匹以上の愛犬の命を救っているみたいです。これ何をするかというとですね、まあ、家にいるワンちゃんをスマホで見れるだけじゃなくて、AI を活用してそのワンちゃんの動きとかを検知することで、まあ様々な通知を送ってくれたりすると。 ふ、ね、普段だと、まあ、なんか会社にいても家のワンちゃんどうだろうって心配になってしまったりとかあとはまあ今日は早く帰らなきゃというふうに思ってしまうみたいなことあると思うんですけれども、まあ、このファーブを使うことでですね、まあ、常に家とつながることができて安心できる、まあ、そんな素晴らしいサービスだと思います。